自転車の鍵はたくさんなくしたことありますが、家の鍵は一度もなくしたことがありません。キッシーでーす。さあ、というわけで本日はね、2本立てでお届けしております。こちらの動画のキンキシングルハッピーバースデーは、鍵のない箱というシングルをお届けしたいと思います。鍵のない箱、こちらはですね、2014年の11月12日発売、34枚目のシングルでございます。一応タイアップついてたんですね、日本テレビのスッキリ2014年11月度のテーマソングでございました。作詞は松井五郎さん、そして作曲は加藤雄介さんでございます。松井五郎さん、つい先日の動画の方でも言いましたが、まだ涙にならない悲しみがで初提供、その1年後の、鍵のない箱の方もですね、提供していただきました。このぐらいの時期はちょっと集中して、提供があったと。そして加藤さんの方はですね、本当ジャニーズ、多数ね提供しておりますが、近畿には約束とか、嵐のワンラブ、 V6 の超とかもね曲提供していただいております。この時期ちょうど M アルバムがね発売直前といったことで、M アルバムの先行として出ていたような印象ですかね。この楽曲は本当にカラオケだと一人では絶対に歌えない、あの2つのパートが完全に重なってしまうというね、キンキにしては結構そういったのは珍しいんですけれど、ただこれ発売当初よりですね、結構その後、テレビ番組とかライブで見ることによってどんどんね好きになっていったんで、いわゆるスルメソング的な、僕はそんな風にね感じたということを覚えております。さあ、こちらが、鍵のない箱初回 AB 通常版となっております。剛君のね髪型が非常にちょっと女の子っぽい感じなんで、2人ともねもう一見しても女性のようなね美しさを感じるようなジャケット写真でございますが、ディスクの方にもデカデカとタイトル入っておりまして、なんかドラマのタイトルみたいなね、そのぐらいのサイズ感、初めてじゃないですかね、こんぐらいでかいのは。鍵という文字のところに鍵があって、箱のところにね、鍵穴があるというおしゃれなデザインでございますが、その流れからですね、プロモーションビデオの方から参りましょう。まず DVD 初回版 A の方には、こちらのねミュージッククリップが入っております。こちらのですね PV の方がなんとですよ、ワンカット撮影、一度も編集なくね通しでずっと1台のカメラで撮っていくという手法で撮ったと。これなのでメイキングがですねすごく見たくなる、PV なんですよね。そうなんです、プロモーションビデオを見ただけじゃなくてね、メイキングも込みで見るとかなりね楽しめる、内容となっております。そして初回版 B の方のプロモーションビデオには、鍵のない箱の、アナザーバージョンというのが入っておりますが、これですね、同じ PV の構図で動いていくんですけども、剛君がハゲヅラ、光一さんがアフロのカツラをかぶるという、何がアナザーなんだと、ちょっと本当本気の悪ふざけが見れるような、感じになっています。メイキングでやっぱ裏の方を見るとですね、ふざけながらもすごい努力があるんだなといったことはね感じます。そしてライブの方でですね、実は、この先ほどのプロモーションビデオとちょっとリンクする部分がございまして、ライブの方ではですね、2014年15年のライブと15年16年のライブと2回ですかね披露があったんですけども、こっちの2014年のね M コンの方ではオープニングの登場でも歌いましたし、本編の、ね、最後の方の、ね、アンコールの前でも歌ったんですけども、先ほどの PV のハゲヅラもね、なんとこのライブで登場してね、歓声がめちゃくちゃ上がるといったような、当時そんなこともございました。本当にあのお店で買えるパーティーグッズみたいな感じのヅラをかぶってるんで、あんなチープなカツラをかぶるライブは今後ないんじゃないかなと思いますけれども、2015、16のライブはアンコールで確か気球かなんかに乗りながら歌っていたという、なのでそれ以降歌われていないので、あまりこうキンキキッズとしてはこうメジャーでみんなが知ってるよって曲ではないので、もっとね本当歌ってほしいんですけども。さあ、そしてテレビ披露でございますが、この楽曲一応振り付けありというふうになってはいるんですけれども、実は振り付けありで披露されたのは FNS のみなんですよね。そうなんです、なんか、番組によってはですね振り付けなしで歌唱している番組もあったりですとか、なのであんまりこうこの曲はがっつり振り付けありましたよっていうとね、意外と思い出せない方もいたりするんじゃないかなと。でこの時期ミュージックステーションに出演されたんですけど、実はですねこの鍵のない箱ではなくて、そのもう12月に発売する方の、堂島そのスピークローという曲の方を披露したので、この鍵のない箱がですね、なんと M ステで一度も披露されたことがないという、
今までないんじゃないですかね、 M ステの通常でも特番でも披露していないというのは。ちょっとちゃんと調べたわけではないのであれですけども、おそらくない、かなり貴重なシングルになってるんじゃないかなと思います。さあ、そしてカップリング曲でございますが、初回版 B の方にきらめきにシス、通常版の方にノーモアティアーズ、ブルーニュームーンという曲が入っております。まずは初回 B のきらめきにシス、こちらは堂島康平さんが作詞作曲です。まあ、しばらく堂島さんはね、ちょっと楽曲提供離れてたんですけども、このぐらいの時期からですね、また KinKiKids に、楽曲提供がスタートした。まあ、その皮切りのですね曲がこのきらめきにシス、そしてまあ M アルバムのねスピークローという曲がございました。まあ、このきらめきにシスはね M コンライブの方でもね歌っておりまして、ここのねスピークロー、きらめきにシス、ここのところでですね剛君がギターで浩一さんが踊るといったような演出が初めて生まれたのがこのブロックでした。なのでバラと太陽よりもこれが前のことなので、本当にね最初のKinKiのそういった形ができたという記念すべきね、そういった曲でもございます。でもやっぱさすが堂島さんといいますか、すごく癖になるような、曲調で、まあ、きらめきにシス、この辺がねまた堂島さんのセンスって感じがしますよね。そしてノーマティアーズ、こちらですね作詞は岡田マリアさん、この方モデルさんなんですね。楽曲提供の方もジャニーズには初で、だいたいね3代目とかE ガールズとか、まあ、そっち方面に楽曲提供してる方なんですけど、珍しくこうキンキに楽曲提供してくれたと。で作曲 DJ ゆいさんと和田雅也さん、 DJ ゆいさんはちょっとね情報出てこなかったんですけど、和田さんもですね、普段は3代目とかやっぱそっちの方面に提供してる方でして、キンキにはウォンチュ、アメオトのボレロも、まあ、共作でございますが提供していただいてると。ウォンチュとね同じ人と思えないぐらい、このノーマティアーズはねかなりゆったりとした、優しいようなね曲調になっておりますが、なかなかなんかキンキがね普段まあ歌わないようなメロディーラインなんじゃないかなというふうに僕は思いました。という意味でもですね、もう一曲ブルーニュームーンもですね、僕もそんな風に感じまして、こちらも、作詞のアンズさんは、まあ、ジェジュン、メイ・ジェイとかにも提供したりですとか、作曲のねユーマさんも、AKB グループに提供を普段していたりですとか、まあ、くしくもこれジェジュン、メイ・ジェイとかにもですね提供しているという、なんかこの2曲は新しいことをこうチャレンジしようというようなメロディーラインだったんじゃないかなと思います。で編曲にね久々にあのフラワーをね、曲提供していただいた春さんが、加わっているといったところもちょっと熱い展開のところでしたね。まあでもこのきらめきにシス、ノーマティアーズ、ブルーニュームーンっていう3曲は、まあ、この時期 M アルバムとね並行していたので、どの曲がなんかカップリングで M アルバムに入っていてもおかしくないような、まあ言うなれば M アルバムのなんかこう前哨戦じゃないですけどね、先行して出た4曲なんじゃないかなと僕はそんな印象で当時聞いておりました。さあ、というわけで、本日は鍵のない箱についてね、お誕生日ご紹介させていただきました。もう一本動画の方でね本日2本お届けしておりますので、合わせてそちらの方もお楽しみいただけると幸いでございます。そして次回はですね、2日後11月14日にまたお届けいたしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。箱をこちらからこちらへ。何もかも消えちゃいそうに